モンドキャンノは、日本の競争馬、シュボバ。主なカチクラは2016年の k 応杯2歳ステークス。馬名の意味は、世界知ることができる。世界は知ることができる。2014年2月8日に、北海道阿比良町の農山ファームで誕生。同年のセレクトセール島斎馬市場に上場され、ユアストーリーによって1500万円で落札された。 立党、安田孝之急車に入級。6月19日の新馬戦でデビューし、単勝1.5倍の圧倒的人気に応えて、新馬勝ちを飾った。2戦目の函館2歳ステークスでも一番人気に、押されたが、先に抜け出したレバンテラ4に、半馬身シン届かず2着となった。3戦目の慶応杯2歳ステークスでは、クリストフルメールが初起乗し、3番人気に押された。 後の大花賞は、レーヌミノルが早め抜け出しから逃げ込みを図るところを、ゴール前で外から差し切り、重傷発生波を果たした。レース後、アンジョ・ノルメールは、いいスピードを持っているので、リラックスできれば、マイルもいけますとコメントした。続くアサヒハイフューチュリティステークスでは、ミカエル・バルザローナとのコンビで出走。 7番人気ながら中段後方からメンバー中最速の上がり34秒0の末足で追い込んだが、カチウマ、里のアレスには一歩及ばず2着となった。コーナー4つで溜めることを覚えさせたいという安田調教師の考えにより、1800メートルのスプリングステークスから始動したが、折り合いを書いて10着と大敗する。春の最大目標 NHK マイルカップでは、 ルメールとの再コンビで3番人気に押され、コースターとから折り合いもついていながら、直線で伸びを変えて9着に敗れた。レース後、ルメールも、わからない。直線で反応してくれなかったねと首をかしげた。スプリント戦に舞台を戻した、キーンランドカップでは1番人気に、支持されるが、6着に敗退。その後もスプリンターズステークス14着。 オーロカップ10着と制裁を書いた。その後、全名症と診断され、手術のため休養に入った。5月27日の安土城ステークスで復帰するも、17着と大敗。このレースを最後に現役を引退した。現役引退後は、北海道2カップ町のクラックステーブルで、種ぼば入りした。安田隆行厩舎で、本場を担当していたスタッフが過去にロードカナロアも、 担当しており、カナロアと比べても遜色ない素質を持っていただけに、父として一花咲かせてほしいとオーナーに要望した、結果、シュボバ入りが決まったという。父近社差の奇跡にとっては、初の後継シュボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。